シリアの公式な情報によりますと、政府は2週間以内に世界の要請に沿った総選挙を行うための法整備を行うための委員会を作る決定をしたとのことです。一方、デモ隊の状況ですが、シリア人活動家によりますと、ホムスの住宅地域で戦車が発砲したとのことです。人権団体によりますと、この攻撃で9人が死亡し、数十人が負傷したとのことです。また外国通信社の報道では、シリア南部のハーラで発砲により13人の人権活動家が殺害されたとのことです。また目撃者の証言によりますと、ホムスのババアムル地区で重火器が爆発する音が聞こえたとのことです。一方、シリアの国営通信は、ホムスとダルハで2人の兵士が武装集団に殺害されたと伝えています。現在シリアには2つの世界が存在します。一つはインターネットが様々な記録機器によって伝えるものです。これはハマの状況です。ここは現大統領の父アサド前大統領の時代にハマの流血として知られた土地です。治安部隊や軍からは何の警告もなく攻撃を受けました。その結果、町は包囲され、あらゆる動くものは攻撃されることになりました。